デザインを売りにのがそれってむしろいけたんですかって話。ああ、うんうんうん。そうですね、そうですね。お客さんにとって言ったら、大体美容室行くのっておしゃれになるために行くから、なんかそこを売りにしなくなった途端になんかお客さん減るんじゃないって僕は思ったりしたんですけど、どうだったんですか。ヘアデザインを楽しむためにはやっぱね、薄毛になっちゃったら困るし、そういうことか。なるほど。そう、根元がしっかりこうなんですか立ち上がるようにこう健康な状態の頭皮の方が髪型もまとまるし、ヘアカラーの持ちもいいし、パーマの持ちもいいしっていう、発信ができるので、まあ結構納得していただけましたね。ああ、なるほど、はい、なるほど。そういうやり方でちょっとコンセプトを少し変えていったんですね。そうですそうです。なるほどな。はい、そっか、髪をデザインを売りにしない。はい、それって結構、まあ、デザインってちょっと人依存強いですよね。そう、人依存が強いんで、それこそ仕組み化が難しいと思う。そうですよね。スタイリストさんの力量に、ね、はい、力量に依存しちゃうじゃないですか。そうですよね。はい、それだと厳しいなと思ったので、はい、そうね。そのシフトは結構早い段階されたんですね。そうですそうです。その、まあ、単価を上げようということで、まあ、メニューをもうバッと見直したんです。はい、そこで。そうか。その単価を上げるにあたってのメニューのその改善で、改善の一環でもう、あ、これはちょっとまずいなっていう、そうそうそう。その仕組みができないなってところでやめたんですね。そうです。そこでまあその、そうですね、学んだことを全部落とし込んだっていう、松竹梅とかシンプル化とか、デザインに依存しない、そのまあ価値の統一しやすいもの、スタッフ全員が統一しやすいものをまあコアに置いて売っていこうみたいな感じで、ちょうど消費税の値上げの時期だったんですけど、なるほどねそこに合わせてまあメニューの見直しさせていただきましたで、あ、タイミングもそういう活用の仕方ありますねでしれっとちょっとカットシャンプーも4000円だったんですけど5000円に値上げしてるんですけど、 1.3% アップじゃないですねしれっと、はい、値上げも含めてまあ全部見直しさせてもらいました。ああ、なるほどな。あ、そのタイミングか、はい、もうちょっとあの時ってまあビジネスしてる人がいたら上がったらどうなんだろうみたいなところがありましたけど、ありましたけどね。うちはまあもう思い切ってまあ全部見直しましたという感じでやっちゃいましたなるほどな、はい、その時って、はい、まあ単価上げるって正直まあなんていうかな、ちょっとまあブロックが結構大きい分じゃないですか。実際やってみてどうでした？ですね、まあ僕自身もブロックあったし、スタッフの方もね、スタッフはもっとブロックあったと思うんですけどでもやってみて結果的にはやっぱり効率良くなりました。利益率もやっぱ上がったし、お客さんの質もなんか上がったし、スタッフもやっぱ喜んで出ますね。ああ、そうなんですね。はいはいはい。やっぱり強いですね、そこはね。そうですね。で、ブロックの一つの原因はやっぱ既存のお客さんがね、こう失脚しちゃうんじゃないかっていう部分だと思うんですけど、まあそれ据え置きしちゃえばいい話なんで。ああ、そっか。はいはいはい。なるほどな。そこでまあメニューの結構すごい改善ですよね。抜本的というか。そうですね。もう大きく変えても、まあ、既存の人はちゃんと、ね、据え置き措置をしちゃえばそんなには、はい、影響ないと思います、ね。まあ、でも、まあ、とはいえでも多分そこで、まあ、行動の管理をしてメニューをこうなんていうかな、まあ、抜本に変えるだけだと、まあ多分僕の感覚値ですけど、まあ、単価が多分、まあ、8,000、9,000、1万円とか。あ、そうですそうです。ですよね。その辺りぐらいです。そのぐらいまで上げた感じです。上げられて、とはいえでもまだ鈴木さんの中では結構働いてる感じじゃないですかね。ああ、まあまあまあ確かに、はい。なんかそこからそれをどういうふうにこう改善していったのか、もう少し教えていただけませんか。ああ、まあその値上げしたタイミングあたりから、まあちょっとずつサロン枠減らしてったんですけど。減らしてったんですね。はいはいはい。ちょっとずつこの日僕出ませんとか、そうですね、ちょっとずつですね、月、なんだ、週末しか出ませんとか。はあはあはあ、はい、それ結構ドラスティックですね。あ、でもちょっとずつですよ、はい、ちょっとずつ減らしてって、週末しか出ません。なるほどな。あ、じゃあ実際休んでみて、はい、まああまり大きな影響ないなみたいな感じだったんですかね。そうですそうです。はい。まあその休むと同時にそのチェックシートを見直したりとか、はい、いろいろその仕組みの部分見れるようになったので、そうですね。自分の売り上げ、自分自身の売り上げは下がってますけど、うん、全体の売り上げはやっぱ上がってきたんですね。へえ、はい、すごいな。はいはい、そう、行動の管理とそのまあ単価の、うん、まあところで、まあ結構大きく改善してたんですね。はい、そうですね。はい。それで改善しましたね。なるほどなるほど。はい、そうか。はい。まあちょっと今鈴木さんの、うん、まあ結構その改善の話を聞かせていただいたんですけども。うんうんうん、ちょっと視点変えて、うん、まあ結構ここまでの話出てるような感じもするんですけど、はい、一般的に美容室の方って、はいはい、多分最初の鈴木さんみたいな状態、はい、結構自分で働いて多分個人でやられてる方一般的にはそうですよね。ですよね。はい、だからその人たちがその、なんていうかな、なんかまあ多分何も知らないでいったらそのままずっといくと思うんですけど。なんかその変えるタイミングとかってなんかあったりするんですか。こう自分はこれをもっと働く時間減らしたいとか、まあそれをそもそもずっと思ってることなのか。そうですね。まあみんなでも危機感はありますよね。その危機感はあるんですね。結構自分、特に男性美容師って、うん、おっちゃんにあんまりね、女性触られたくないじゃないですか。男性美容師の息はちょっと短いと思うんですよ。あ、そうなんですね。そうそうそう。って言われてますね、一般的には。あ、そうかそう。でも、はい、まあ確かにちょっと気持ちはわかります。そうそう。男性、女性美容師さんだったら結構ね、60代でもバリバリやれる方も結構多いと思うんですけど、男性になっちゃうとやっぱちょっと難しいですよね。あ、そうなんだ。はい、あ、そうか。でも確かに美容師さんで、うん、まあちょっと高齢の方って確かにあまり聞かないですね。そうですね。まあことさら都市圏内だったら本当ゼロみたいな感じも。まあその日暮らしでね食べる分にはまあ生涯やっていけるとは思うんですけど、まあ裕福な暮らしは厳しいんじゃないかなっていうのはある。意外に寿命がある。寿命は男性美容師さんだとやっぱ短いんじゃないですかね。短いんや。短いから、はい、大変、まあっていう不安は皆さんあると思います。なるほどな、なるほどな。じゃあいわゆるその危機感はずっとあるものなんですね。あると思う。僕はそれがあったので、なるほど改善しましたし、まあちょっとセミナーとかやらせてもらっててもそういう人多いですね。あ、その自分の寿命をちょっと感じてるみたいな。ちょっとはい、将来に不安を抱える方は多いですよね。なるほどな、なるほどな。そうか。で職人型でやってるとやっぱどうしてもスタッフついてこれなくて、やめちゃうんですよね。やめちゃうんですか。やめちゃう。うん、定着しないですよね。辛いなそれは。それ職人型でやってると何でやめちゃうんですか。やっぱそのなんですかね。まあ前の僕みたいにその感覚で教育、はい、そのしてるから、はい、なんですかね。まあ自分の100点を取らせようという感じ。だからちょっとついていけない人が多分しんどいみたいな感じで、はい、なるほどね。そうだし、待遇給料とかね、社会保険とかもなかなかそうですね、はい、ない用意できないんですよ。なかなか個人店だと。そうそう。そうするとやっぱり、はい、定着しないかな。それでまあやめちゃうみたいな。やめちゃうところが多いです。なるほどな。いや厳しいですね。厳しいと思う。そういうので悩んでますね。やっぱスタッフが定着しない。で拡大したいけどできないとか。じゃあまあ僕らはよくね集客とかって話はするんですけども、まあそっちとはまあ別にそういうのもあったりする。そういう方がそうですね。まあその二つですかね。求人美容師の確保と、まあ新規集客の。今コストが上がってるからそのホットペッパーとかも、お客さんね獲得するコストですか、1人当たりは高くなってると思うんですよ。高くなってるんですね。広告費がどんどん上がってると思うんで辛い。はい、なるほど。その2つで悩んでる方多いかな。まあでも集客のところでやってた人も実は裏ではなんていうかな、このまままあ40とかになったらやばいなっていうのはあると思います。多いと思います。なるほど。まあ美容室のそういう職人型ならではかもしれないですけど。ならではかもしれないですね。なるほどな。でもそこから多分そういう職、まあ言ったらもうハサミを置く、まあ経営者になるってところは結構なんていうかな、あまりしない選択肢じゃないですか。そうですね、そうですね。まあそもそも多分そんな道あんのみたいな感じだと思うんですけど。はい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 。そうですね。ですよね。なんかそのハサミを置く、多分一生はまあでもなんかなかなか矛盾じみたところありますね。そうです。矛盾してますね。なんか言ったら自分のハサミで、まあ自分の腕でその生きていくってなってるけども、ハサミを置かないと長くやれないみたいな。でもそれは極端にね、ハサミを置きましょうみたいなことを言ってますけど、まあ僕はその選択できる状況になりましょうって言いたい感じなんですよ。まあ自分がハサミ持っても持たなくても一応経営としては成り立つ状態をやっぱ作りましょうねと。そういうふうに僕はでも発信はさせてもらってますね。なるほどなるほどな。そうか、まあ選べる状態が一番そう選べればベストですよね。生涯多分美容師ね、ハサミを持つのが好きで開業されてますから。そうですよね。そうやめましょうって言ってるわけではなくて、まあそっちどっちでもいけるようにしましょうって。そう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 。経営をするならちょっと美容師の延長じゃなくて。違う仕事ですよね。違う仕事だと思うんで、そっちの勉強っていうかね、そっち時間取りましょうねっていう形かな。いや確かに。それをちょっと分かりやすく職人やめましょうみたいな言い方させてもらって僕は。でも理解しました。そうですか。でもおっしゃったようにそのやっぱどんなビジネスでもそうですね。なんか僕はまあどちらかというとマーケティングとかセールスライティングの話させていただいてるんですけど、まあ経営をするってなったらね、まあそれこそまあ僕らの場合だったらまあ筆を置くのかみたいな感じだと思うので、確かにそうですね。なんかまあ書くにせよなんかおっしゃったようなその行動のチェックシートというか、そっちの方を作るとかだと思うので、やっぱ別種の仕事になりますね。そうですね。違いますね。違いますね。なるほどな。そうか。じゃあちょっと思考を変えて。じゃあ仮に僕が個人の美容室のまあオーナーですと。で、美容室のオーナーでまあ特にまあ何もしなくて、とりあえずまあ安さってをまああとなんだまあちょっとお客さんと仲良くなれるまあ友達営業とは言わないですけど、まあ一般的なその経営者さん。まあだけどちょっとまあさすがにこれはやばいみたいな。ちょっとお金も残んないし、まあ利益も出づらいと、で働く時間長いと、まずちょっとお前何からやるみたいなことあります？いや、まあやっぱり客単価アップですかね。単価なんですね。単価を上げるべきだと思いますね。上げるべきなんですか。やっぱそれはなんていうかな。結構利益が結構全然変わるみたいなことですか？そうですね。やっぱり一番利益残りやすいですよね。単価上げるっていう最初の手としては。なんかやりやすさとかでもあるんですか？なんかやりやすいですね。なるほど。他のなんかメニューば変えればいいだけなんで。なるほどな。そうかそうか。お客さんを増やしてだとね、労力とコストかかるじゃないですか。まあ確かに確かにそうですね。なんか正直その売上まあ上げるとかまあ利益上げるっていうところいくと、まあ打ち手を増やせばこう上げられるところもあるじゃないですか。まあチラシないしはそのハガキを送るとかもそうだと思うんですけど、なんかそれでいいのかということはないんですけど、まあそれらも踏まえてでも単価からって感じなんですね。単価だと思います。メニューをもうちょっと見直しましょうみたいな。メニュー見直しましょう。ことを言いたいですね。そこからメニュー減らすとか、そうメニューを減らしたりまとめたりコースメニューにしちゃうとか、それでやっぱそのまあまとめるっていうかコースっていうんですかね。そっちは結構味噌でもあるんですか？味噌というかやりやすいというか。そうですね。結構バラ売りしてるとこ多いと思うんですね。トリートメントとか。あ、確かに。はいはいはい。洗う量多いと思う。うん。まあヘッドスパンもそうですね。うん。で、ね、お店のコンセプトとしてこれはやってほしいんですよっていうのメニューであれば、うん、もうセットにしちゃった方が。ああ、なるほど。はい、あ、お店のコンセプトとして、うん、なんだろう。やってるメニューはセットにした方がいいってことですよね。うん、うん、そうそう。パーマが売りだったらもうパーマしかやりませんっていうか、パーマありきのね、店にしちゃえばいいっていうか。ああ、そうかそうか。その方がわかりやすいし。なるほどね。はい、そうか。あんまりコンセプトと単価、あ、メニューを連動させるってもしかしたらあんま見えないかもしれない。うんうんうん。なんかパーマ売りだったらパーマもちゃんとこうセットになったメニューにするとかってことですよね。とかとか、そう。はい、だからカットだけのメニューはやりませんとか。ああ、なるほどなるほど。ああ、そうかそうか。確かにそれでも単価を上げることにつながりますね。つながると思うんですよ。美容室のメニューって、はい、やっぱりそのお客さんにとって偏りがあるもんなんですか。うん、つまり、はい、例えばいろんなメニューがある中で、うん、なんか実際こう店舗では3年ぐらい経営してたら、うん、このメニュー頼まれるけどこのメニュー頼まれないみたいな。ああ、うん。結構偏りが出てくるもんなんですね。ええ、そうですね。分かれてきますよね。あ、じゃあそれは切って、はい、それを、はいはい、切ってまとめてとっていうふうにすればいいってことか。まあ、はい、単価は上がります。まあ客数は減りますけど。でもその分ちゃんとそれでも賄えるってことですね。はい、そうですね。まあ人口減ってますから、で美容室もまだ増えてるんですよ。あ、美容室の数は人口減ってるんですけど。人口減ってるけど美容室増えてるか。はい、そうそう。20年前のそのカリスマ世代に美容師になった人がまだこう独立今してる感じなんで。なるほどなるほど。ああ、そっかそっか。美容室自体は多いから。そうか、カリスマ時代に美容師の人口って増えたんですね。はい、そうそう、増えたんです。増えて美容師になった人が増えた。でその人たちは今から、その人たちが今もう成熟してるんで。なるほどな。それでもう出す。美容室は上がってる、はい、美容室の数とか美容師の数は増えてるけど、はい、人口こういうふうに減ってる。人口減ってる。はい。ああ、なるほど。からお客さん取り合いっていうかね。そうですね。取り合いですよね。うん、獲得コストがかかっちゃうんで、いかに少ないお客さんでやっていくかってですね。やっていくかだと思うんで、やっぱ単価とか、まあ年間の支払い額とか。ああ、はい、年間の支払い額、ね。お客さんの、はい、それが高いお客さんで。なるべく、はい、やっていけたらいいんじゃないかなと。